ANA は、スター・ウォーズプロジェクトの4期目となる特別塗装機 C-3PO ANA ジェットを、羽田空港の格納庫でお披露目し、映画に登場するドロイド R2-D2 と C-3PO が登場しました。本日はお招きいただき、ありがとうございます。ほら、ハリツ、君もちゃんと挨拶なさい。R2 もありがとうと言っております。なんと、どうしましょう、私は今非常に感動しております。忘れないでくださいね。私は宇宙旅行が好きではないのです。ただ空を飛ぶのは別です。しかもこんなに素敵な飛行機に乗れるのでしたら、私とても光栄でございます。皆様、C-3PO と R2-D2 に盛大な拍手をお願いいたします。機内からは C-3PO 役の俳優アンソニー・ダニエルズさんが登場し、機体にサインを入れました。宇宙に一つしかない C-3PO のコスチュームを壊してしまったことや、感電しかけたことなど、エピソードを紹介しました。テイク5ですね、今度はアップになったところを撮影していました。アクション。ブーンブーン。最愛のC3PO のドロイドですね。これを左半身をぐちゃぐちゃにしてしまいました。世界中にはその1体しかなかったのに、私が潰しちゃったんですね。銀河系全体でこの1体しかなかったのに、なんと私が潰しちゃいました。Making films is all about pretending。映画撮影っていうのは実はたくさんの演技が隠されてますね。でも今日のこの飛行機は本物です。イベント終了後、特別塗装機のボーイング777-200型機登録番号 JA743A の機内がお披露目されました。座席数はプレミアムクラスが21席。エコノミークラスが384席の合計405席です。C-3PO ANA ジェットの機内では、この機体専用にデザインされた紙コップ、座席のヘッドレストカバーが使用され、客室乗務員は特別デザインのエプロンを着用します。また、対象便に搭乗すると、搭乗者特典としてオリジナルの搭乗証明書が配られます。初便は3月21日の NH621 便羽田発鹿児島駅から国内線に就航します。